皆様こんにちは、ジョン BJ ガールの母です。今日は私の YouTube にアップしている動画の撮影機材を紹介させていただきます。じゃーん、このソニーのこのちっちゃくてお値段3万ぐらいのカメラを使ってます。それにこのちょっとじゃないわ、チャッチー三脚を使ってこういう感じで、今回今私台湾のカレンに行ってるんですけれども、この旅行の前に首から下げるように、今まではストラップつけてたんですけれども、首から下げれるようにこの紐を買いました。三脚はチャッチーですけどめっちゃ優秀です。あ、でもチャッチーからやっぱり壊れやすいんですけど、昨日もこの台北の駅のホームでこれだけ1個ちょっとすっ飛んでいってしまったり、この前に使ってたのは高尾のご飯食べてる時に片足がスポッと抜けたりとかっていうこともあるんですけれども、チャッチーけども使いやすいのでついついこれをまた買ってしまっています。このカメラにはとりあえずカメラ本体だけだと撮影しにくいので、こうグリップみたいなのがついたケースを使ってます。それにこの600円ぐらいの三脚をセットしてます。では今からこの三脚を外してみます。外して電池の交換をしてみます。で電池の交換にはあと、まあ、三脚外すの簡単でしたけど、あとこれがなかなかこう外れないので、その時に昔の50円玉を使います。これいつもストラップつけてカバンにつけてるんですけど、これで外してこれでこうやって、で新しいどっちこれこうか、電池を入れて、でこうして戻して、でまたケースに入れて、外すときはこれを使ってましたけど、50円玉使ってましたけど、つけるときはこの三脚を使います。三脚をくる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 、これで出来上がりです。こんな感じでテーブルに置いたり、こう手で持ったりして、こう手で持ったりして使って撮影しています。まあ、今回今カレンに似てるんですけれども、2月に地震がありましたが、町の様子を報告させていただくと、そういう大きな震災があった気配を感じないようなにぎわいです。今回は台北から臨時列車のタル高校でカレンに来ました。その電車も、臨時列車でしたけど満席でし、ほぼ満席の状態でした。徐々にいつも通りのカレンに戻りつつあるなと思いました。あれなんです、観光地タロコとかああいうふうな自然を鑑賞する観光地には行ってないんですけれども、まあ街歩きするにも全然見どころありますし、ご飯も美味しいし、もうスイーツも美味しいし、夜市ももちろんあります。皆さんもぜひカレンにお越しくださいませ。私もまたカレンに来たいな、今度はまたゆっくり来たいなと思ってます。ではでは、またカレンの様子編集しますのでよろしくお願いします。